皆様どうもこんにちは、気ままに V ゴルフライフのダイです。今日お話しするテーマはズバリパターについてです。基本やストロークの仕方、ルーチンに至るまでまとめてみましたのでご覧ください。きっとパターが得意になり、1メートルぐらいのパットも難なく決めれるようになると思います。それでは行きましょう。さっきから何を映しているんだと思われると思いますが、カップの大きさってどれぐらいあると思いますか？なんとゴルフのカップはこの一升瓶と同じ大きさなんです。まずはカップの大きさのイメージから大きく変えていきましょう。1メートルのパットをする前に穴を見るととても小さく見えるものです。しかしどうでしょう、あの焼酎の大きな一升瓶の大きさと思えば意外と簡単に思えてくるのではないでしょうか。ピンを刺したまま打つ方にとってピンに当てる気持ちで打つといったイメージを持たれる方も多いと思いますが、パターを打つときはぜひそこに一升瓶が立っていると思って1メートルぐらいのパットは打ってみてください。きっと今までにないぐらい自信を持って打てるはずです。次はパターの基本、グリップと構え方についてです。まずはグリップについてです。いろいろ握り方はありますが、シンプルなオーソドックスなグリップについてお話しします。パターのグリップの多くがこの向かってカメラに向かっている面が平らな作りになっています。そこに左手と右手の親指を一直線になるように握ります。そして手は真横から手のひらを合わせるように素直に握ります。これが横から見た場合です。横から見た場合にポイントがあって、前腕とシャフトがこのように一直線になるように握ります。こうすることで腕とクラブの一体感を作りやすくなります。アイアンやドライバーと同じようにこのように手首とクラブに角度がある状態で握ってしまうと、クラブヘッドが重たく感じてしまいふらついてしまう可能性があります。またクラブヘッドを見てもらうと、トゥー側、クラブの先端側が地面から離れて浮いているのがわかると思います。これは極端にやっていますが、こうやってトゥー側を上げてしまうとクラブの構造上きれいに芯には当たりづらく、巡回転をかけることが難しくなります。なので前腕とクラブはできるだけまっすぐなるように構えましょう。スタンスをする上でもう一つ大事になってくることが目線です。目線はできるだけボールの真上に来るようにアドレスします。そして打った後はボールを追っていくときに、この目線をできるだけぶらさないことが大事です。ぶらさないためにはこのように首だけをくるっと真横に向けて、目の左右のブレがない状態でボールを追っていきます。良くない追い方はこうです。打った後に体ごと開いて正面を向いてしまう。これは目線がずれてしまうので、ボールの追い方としてはあまりよろしくないです。またこのようにヘッドアップしてしまうと、ヘッドアップが早すぎた場合に肩が開きストロークが崩れてしまう場合がありますので、目線の動きはとても大事です。次にストロークのやり方です。ストロークは肩をこのように縦に使ってストロークしていきます。
手と肩でできた三角形が崩れないようにストロークします。あまり好ましくない例としてはこのように手を使ってヘッドを振っていくやり方です。これはとても大事なポイントで、どうして手を使って振ることがダメかと言いますと、まず手首が緩くなってしまうので方向性が安定しません。また出だしの時にボールに順回転をかけることができず、鋭角にクラブが入りやすいため、どちらかというと少しバックスピンが入るような感じで出玉が出てしまいます。そうするとボールの伸びがあまりなく転がりが悪くなってしまいます。またボールにパワーが伝わらず軽い球にもなってしまいます。ですのでストロークの際は手首を固定して肩で動かすようにしましょう。下半身は内側に少し絞り、動かさないように固定します。そして脇を絞って手首を固定、肩を振ってストロークします。こうすることでかなり出玉が安定して転がるようになります。最後に1メーターのパターを打つ時のルーチンについてお話しします。周りを一周してどのような傾斜になっているのかをまず見定めて、どちらに曲がるのかを確認します。そして後ろから何度か素振りをしイメージを沸かせます。その際ボールとカップの間にスパッと目印を決めておきます。そしてそのスパッドを通すイメージでボールのイメージを膨らませます。そしてボールの前に立って同じようにそのスパッドを通るようなイメージをして素振りをします。目線を上に持ってきてアドレスをしたら、そのイメージ通りにあとは打ちます。この時に一升瓶を思い出して気を楽にして打つことがポイントです。いかがでしたか？このやり方でパッティングすれば初心者の皆様もかなり1メートルぐらいのパットが自信を持って打てるようになると思います。ぜひ試してみてください。